フリバーレス家の紋章第3代、オリバーレス伯爵がスパール・デグスマン、ディエゴ・ベラスケスが、プラド美術館像、オリバーレス伯爵、あとオリバーレス公伯爵は、スペイン王国のアンダルシア地方セビリア近郊に、所領を持つ貴族。初代伯爵は、第3代メディナシドニア、公爵フアン・アロンソ・ペレス・デグスマンの三男、ペドロ・ペレス・デグスマンである。また、モンテレ伯爵家とは、 代々の婚姻関係を持つ。最も有名な人物は、第三代伯爵ガスパール・デグスマンである。現在の爵位保持者は、アルバ公爵のカルロス・フィッツ・ハメス、ストゥアルト・イ・マルティネスでいるほである。伯爵名は、初代伯、ペドロ・デグスマンの領地オリバーレス氏から取ったものである。ペドロ・ペレス・デグスマンイス・ニガ・エンリケ・デグスマンイ。 リベラ・ガスパール・デグスマン・イピメンタルから1625年、公爵に、昇格1625年、フェリペ・四ンセイは、第三代、オリバーレス伯爵ガスパール・デグスマンを、サン・ルーカル公爵に除した。しかし、彼は、オリバーレス伯爵の称号に強い、関わりがあり、それを名乗り続けたため、オリバーレス公伯爵と呼ばれる。ガスパール・デグスマン・イピメンタル。 エイリケ・フェリペ・デグスマン・ガスパール・フェリペ・デグスマン・ルイス、メインデス・デアロ・ガスパール、メンデス・デアロ・カタリナ・メンデス・デアロ・マリア・テレサ・アルバレスで、トレド・ヤロ・フェルナンド・デ・シルバ・メンド・オサイ、トレド・マリア・デ・シルバ・ヤルバレスで、トレド。カルロス・ミゲル・フィッツ・ハメス、ストゥ・アルトイ・シルバ・ハコボ・フィッツ・ハメス、ストゥ・アルトイ・ベンティミーリア・カルロス・マリア・フィッツ・ハメス、ストゥ・アルトイ・パラフォクス・ハコボ・フィッツ・ハメス、 ストゥアルトイ・ファルコ・カエターナ、フィッツ・ハメス・ストゥアルト・カルロス・フィッツ・ハメス、ストゥアルトイ・マルティネスでいるほ。ありがとうございます。